今バジェが殴ってんのは東卍の一番隊副隊長。おい、そこの金髪。え？え？誰？怖っ。めっちゃ怪我してるし。こっち来い。まあ座れよ。バジさん、かっけえだろ。しかとしかと。昨日はお互い災難だったな。松の地風だ。東京卍会一番隊副隊長。バジ君にボッコボコにされてた人じゃん。お前もな。お前は三番隊隊長の任命式をぶち壊した。バジさんに感謝しろよ。え？バジさんが俺をボコったのはバルハラに入るため。でもだからバジさんが殴んなかったらもっとひでえ目に遭ってたよ。キサキだ。バルハラに入ったのは東卍を潰すためじゃねえよ。え？バジさんはキサキの尻尾をつかむためバルハラに入ったんだ。兄貴の話。でもなんでバジんとこの副隊長がいて。タケミッチ。多分ね。バジさんがバルハラ内部から調べるなら俺なりに外部からキサキを調べて、バジさんはバルハラに入ってキサキを探ろうとしてる。俺が何とかしないと。あの人すぐ一人で暴走しちゃうから協力してくれ、タケミッチ。でもわかるんだ、あの人の考えてることはさ。バジ君本人が言ってたんすか？あ、言ってねえよ。俺のやりてえことはシンプルだ。バジさんの力になりて。ずっとそばで見てたからな。三番隊隊長任命式、あんなやべえ状況で。タケミッチ、お前は？え？俺は。お前はキサキをぶん殴った。お前は一体何がしてんだ？今もまたドキドキしてる。ですよね。俺もなんであんなこと。空気読めねえとか通り越してんわ。こういうのはどうだ？ん？ってことっすか？1ミリも思ってない。やっぱり。お前が東卍のトップになる協力してやるから、お前は俺のやりてえことに協力しろ。俺も協力します。でも協力はする。ちなみに俺お前とタメだからタメ口でいいよ。え？よろしく頼むぜ相棒。言えよ。切り替え早えな。待ってよ。当てはある。こういう時はまずはバルハラとキサキのつながりをちゃんと調べて。ここが当て。行くぞ。歯向かうやつなんていなかった。そしたらだ、不思議なことにキサキの言うことを聞いてたら、そんな時だ、キサキが俺に近寄った。なら、キサキは幼い君の腹心の部下ってこと。じゃあ、幼い君がメビウスの総長になれたのは、キサキがいたからってことですか？全部俺のせいにしてな。そもそもあの構想自体が、83構想でのキサキの目的は。なんでキサキはそんな面倒くせえことを。ああ。そこまで分かってて。なんでキサキをやっちまわないんすか。幼い君、キサキにいいように使われただけじゃないっすか。これで一つ分かった。え？誰も知らないトップ、それはキサキテッタだ。バルハラのトップのことだ。タケミッチ。おいおい、さっきも言っただろ、同い年なんだからタメ口でいいって。まさかタメだったとは、正直びっくり。で、あの話だけど、どう思うよ相棒。おう、おう、相棒。いや、俺もさ、いろいろ呼び方考えたんだよ。どうした相棒。お、お前のことどう呼べばいいかなって。相方って俺たち芸人じゃねえ。パートナーって柄でもねえし、
絆って感じだと兄弟だけど、なんかやだなって。同じ目的に向けて互いに頑張る二人って感じ。で見つけたのが相棒。俺これ考えるのに1時間以上悩んだんだからな。これぴったりじゃん。俺たち二人ででっかいことをやっていくんだから。悩むことあんだろう。こういうのは形が大事なんだよ。お前も俺のこと相棒って呼んでくれよな。な、な、相棒。シフユ、なんで呼ばねえんだよ。いよいよ明日だな。ああ。どこに？その前にちょっと付き合え、タケミッチ。キサキの尻尾、掴めました。急に呼び出してすいません。俺なりに調べて、キサキがやべえやつだって分かりました。だからもう、バルハラにいる必要ないっすよ。トーマンのためにスパイやってんすよね。チーフユ、いつも口す…バジさん、本当にトーマンの敵になっちゃいますよ。明日になったら、抗争始まっちまったら。それがトーマンのやり方だ。もう止めらんねえんだな、タケミッチ。は？マイキー君。東京中の顔役みてえな不良がみんな注目してんだよ。みんなギャラリーだよ。例えばあそこの二人組。お疲れ様です。お祭りだな。俺らも行くぞ、タケミッチ。うん。 S63 の大物、あいつが今日の仕切りだ。